2016年遊戯王デュエルリンクス始動。2017年 GX ワールド開放。2018年 5Dsワールド開放。この扉を開く者は新たなる力を得る。しかしその者は代償として一番大事なものを失う。ここは俺とアストラルの力が加わる。俺も諦めなきゃ。大切な仲間なんだよ。絶対に行く。自分の未来を決めるのは自分だけだ。この声はユーマ、君は変わらないな。運命の扉は開かれた。遊戯王デュエルリンクスゼアルワールド解放。行け、リバイスドラゴン。ゴゴゴゴーレも攻撃。俺は場にカードを1枚伏せてターンウェンド。このままじゃまずい。ユーマじゃ勝てねえ。こら、しっかりしろユーマ。その諦めない姿勢イラッとくるぜ。くそ、どうすれば。立てユーマ。この声はアストラル。その程度で諦めるのか。俺は絶対諦めねえ。ドロー。諦めなきゃ一冊でかっ飛べるんだよ。勝利の方程式は全て揃った。行くぞユーマ。ああ頑張って。なんだと。いけ。俺はレベル4のゴブリンドバーグとガガガマジシャンをオーバーレイ。2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。現れナンバーズ39。希望オープ。勝つぞユーマ。サーク、俺の勝ちだ。いっけー。ホープケンスラッシュ。遊戯王デュエルリンクスゼアルワールドを体感せよ。観察結果、ユーマとのデュエルはデュエルリンクスでも楽しい。カットビングだ俺。コナミ